おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山菜奈です。5月10日火曜日の全国のお天気をお伝えします。雨をもたらした雨雲が遠ざかり、北日本を中心に高気圧に覆われます。広く日差しが届きそうです。関東も天気が回復し日差しが届きます。ただ西日本の太平洋側では湿った空気の影響で雲が広がり雨が降りそうです。外出時は雨具をお持ちください。南西諸島も梅雨前線の影響を受けて雨の降ることがあり、先島諸島を中心に雨が降りやすくなりそうです。昼間は気温が上がるところが多くなります。前日よりも大幅に気温が上がるところもありそうです。関東でしたり東海近畿などでは暖かさが戻ります。朝晩やまた前日との気温の変化で体調を崩さないようにご注意ください。そして日差しは有効にご活用ください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。